おっそす、ちはやです。マリオメーカーやっていきましょう。何回やってもね、俺このグリッチのクリア法がわからなくてね、ちょっとみんなに見てもらいたいんだけどさ。でもクリア率はめちゃめちゃ高いんだよね。この音符をさ、花ちゃんに踏んでもらえばいいと思うんだけど。あ。めちゃめちゃ簡単だったじゃん。ただ待ってるだけでよかったのか、どうしたらいいのか全然わかんなくてさ、ずーっと〇〇にぶつかってたりとか、右の方行ってみようとしたりとかしてたんだけど、なんだ、こんな簡単だったのか。90秒スピランですけど、難易度はどんなもんでしょうね。なんかいけそうな気配はあるよね。大丈夫かな。本当に見切り、見切り発車、見切り発車やってみようと思って急に始めたけど、大丈夫っすかね。なんとかなるかな、なってほしいな。おっ、ええー、と思った。死んだじゃんと思ったけど。大丈夫なのか？あ、違う。間違えた。これ時間大丈夫か？なるほどね。これ時間、やばくね？今のロスやばいよね。どっかで短縮できるタイミングがあるんなら、ちゃんとしないと。短縮ポイントを見つけなきゃいけないのか、でも。36秒。投げて、叩いて、降りて、握って、走って大丈夫そうだね、これはね。オッケー。そのまま走って大丈夫そうですね。オッケーですね。食らってドカン。これまずいな、あの2秒くらいが。かぶるんだ。あー、ちょっと反応悪かったな。大丈夫かな。救え。あ、この類は大丈夫です。お、あ、なんか変な音。上かな、これは。オッケー。13秒。大丈夫かな。2秒くらい隙があるといいんだけどな。はっ。サンガリアー。6秒、5秒、ゴールアップねー。よかった、これ楽しみ。ヨッシーで50秒間急いで走って食べて、超食べて。キーヨシを使ったスピランってあんまないよね。まあその部分的に使うっていうのはあるけど、まあでも TS メインってことはやっぱないのか。あそこまで行けばあるのか。おっと。食べて、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 ジャンプしてもいい。あー、食べた方が早そうだな、これはな。あー、しまった。しまった、しまった。しまった、しまった。積んだ。あ、こうでもいいのか。さあ、だいぶロスがありましたが、食べるんだ、食べるんだ。時間間に合うかな。やばそう、これ。うわー、やばいやばい。おお、ゴールした。あんだけもうあんだけグダグダだったけど、いけたぞいけたぞ。オッケーオッケー。絶対に不可能なコースなんだってさ。絶対に不可能を歌ってるのにクリアしてほしいっていうのはまた、それはそれで矛盾だと思うな。これはでも、あれだね。ギミック的に不可能って意味じゃなくて、これをクリアできるのもんならしてみろよってことだと思うんですよね。はい、じゃあやっていきましょう。これはね、投稿者用隠しルートですね。投稿者用隠しルートコースでした。まあ普通に行くとクリアできない仕組みになってましたね。中確認してやってきました。ただ、もしかしたら俺が知らないだけでクリアの仕方はあるのかもしれないです。少なくとも俺の現状の力ではクリアはできないコースになってました。はい。今からやるのは投稿者用、いや俺が見つけたそのルートでクリアします。 OK。 多分だけど投稿者もこうやってゴールしたんじゃないかなと想像できます。
気持ちいい。このバネが必要なんですよね。ね、さっきのこのこ意味不明な感じで倒してたのはこれが理由。のこのこ蹴っ飛ばしちゃうとスターが出ちゃうんで、ダメなんですよね。こうなって、こうなって、こうなって、こうなりまして、で、こうなって、こうなって、スター確保して、一気にゴールまで行ける。多分これですね。まず間違いないと思います。これが正規ルートかな。これすごいね。タンクだね、ほんとね。戦車だ、戦車。ちょっとやってみましょう。いいねランキング1位。タンク。なんだろう。どういうことだろう、その、鍵は。あ、これ自体が大きなタンクになってませんか、よく見ると。そうか、そこら中に、よく見たらそこら中に、土管が、土管から、うわ、土管が下に出てますね。よく見ると。あの、隠し、あ、あった鍵。なるほど。いけるこれ。無理そうだね。これを取って戻るが正解なのか、じゃあ。また復活してるし。しまった。早くも食らう。あぶねえ、セーフ。食らいながら、割り程度、稼いで、いけません。うわぁ、結局食らった。上乗って対策したつもりでも結局。ボムヘイ。はい、と。さあ、帰ってまいりました。中間、技能庫。着地？はい、入りますよ。タンクの中側に入ってきたのかな？これはね。ぴょーんと行って、ぴょーんと行って、ぴょーんと行って、踏んで、踏めなかった。はい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 、よいしょ。うわぁ激しい。それは無理。よいしょ。これは大丈夫。あ、ほい。オッケー。難しい、これ。でもいけるかな。オッケーですね。中間。3分の2中間。なんか出てくるのかな。あ、ファイヤーか。そっか。お前上がってくんだったら。こいつ倒す必要あんのか。なるほど、なるほど。とりあえず倒すか。オッケー。鍵をゲットできました。で、さらにクッパさんですね。クッパさん。あ、そこにもファイヤーを出してくれるか。わざと食らって1個だけ取れなかった。あ、思えばこいつも倒せるじゃん。よく見たらジュニアだし。こいつ簡単ですよ。ここで OK だもん。はい、OK。あと次こそクッパだな。こいつはファイヤーで倒す。倒す必要あんのか？わーわー。ダメか。あ、上つった。これはもう倒せないですね。多分孔明が置いてあるから無理。土管入って。お疲れー。おっと。あぶねえ。よっさー。ゲームオーバー。ちょっとそうっぽく言ってみたかったんだけど、無理だったわ。俺には無理だった。左。どんどん壊されて、死んでいく。モブたちが、かわいそうに。しまった、単純なミスを。おっとっとっと、急に加速したな。あれか。下がベルトコンベアなのか。オッケー。残り50秒。もう一回やらせる？あ、でも中間くれるってことは、多分大丈夫そうですね。あ、嘘！ほっ。うわ、危ない。ここはジャンプしなくて大丈夫だ。焦った。うふぅ。これは踏んで大丈夫。踏んで大丈夫。あここでジャンプしてかわして、そのまま降りて、オッケー。ゴール。そして踏むと、全部落ちてくる。では、こちら行きましょう。5月の13日ですね。テクニック練習かなこれは。そうですね。参りましょう。下もあるのか。何かが出てくるわけじゃない。とりあえず入りますよ。下に？あ、なんかありますね。羽。飛ぶのか。ほっ。ズドン。死にます。じゃあとりあえず、
よくわかんないんで上ルート行きましょうか。ダメなのか。これはキノコがもらえる。クッパジュニアとの対決をしないで先に進む。中間、あ、中間じゃなかった。真ん中、オッケー、ありがとう。もううっとし、キノコ取って中間はいつかな。おー、ここで中間、もち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 、ふうふ。で先に進んで、うん、テレサか。さーだー、くらっちた。さーだーまさしーまさしー。あー、今度はあれか。あ、ちげえな、こうだ。踏んでもいいんだよね、思えば。勝ちゲー、いただき。超簡単に倒すだね。ヨッシーには多分乗ってかないとダメなやつなんですよね。オッケー。ここに帰ってくるのか。ここら辺で孔明で殺されたくないんだよな。だから穴があるときは注意、ゴールですね。お疲れさんでした。